今回は、ホフマン遺跡後のストーリーを進めていきます。クロードたちは前線基地に向かい、魔物と戦うことになりました。カモンバーニー、というスキルを使って、変な生き物で移動していますが、ごめんなさい、操作が難しくてくるくる回っています。三半規管が弱い私はこれで酔ってしまうやつです。またもビアスと再会、縁がありますね。ビアスがいたことを喜ぶレナと、何かを聞きたいクロード、そこにビアスが現れます。以前と違い、ちょっと雰囲気が柔らかくなったというか、様子が違うディアス。個人的には、この辺りのストーリーや、エクスペルニール前半派レナ編の方が面白いと思っているので、またプレイするなら、レナ編でプレイしたいと思っていました。レナは、またもここで一旦離脱します。レナ編であればここでディアスが仲間になりますが、クロード編では仲間にならないキャラなので、会話だけで終わってしまいます。仲間にしたい。オペラとエルネストも仲間にしたい。クロード編では、その代わりレオンが仲間になるので、そちらを堪能することにします。一人佇んでいた、レナ、ここでディアスの昔話に触れることになります。
重要なイベントも一段落し、いよいよ魔物がやってきます。勝てないイベント戦、再びです。普通なら、即負ける魔物ですが、勝てなくても、負ける気はありません。タイムオーバーになって戦闘が終わるまで粘ってやります。手のダメージは見えませんが、どうやら通常攻撃ではダメージは入ってないようでした。仕方ないので一人で頑張りましょう。本来ならば違うアイテムを使えば倒せるみたいです。ですが無理にここは倒す気はなかったので耐えます。一度は耐えましたが、数日後再び魔物の群れがやってきます。レオンたちが作ったラクールホープで一時のピンチを切り抜けます。厳しい状況だったところから希望が見え始め、一気に攻め込むための作戦を立てることになります。作戦は、ヒルトンから船でイル大陸に乗り込むというものでした。
兵器であるラクールホープを積んでエルリア沖に向かいます。そしてディアスとの別れ、仲間にできない場合、ここがディアスの最後のシーンになります。ディアス、さようなら。レナ編をやることがあれば仲間にするから。その後、出発し、エル大陸の近くの海までやってきました。海の上で、魔物に出くわします。ラクールホープを放つものの、全くの無傷、やばい展開です。ここで、前線基地で出会った魔物と再び戦います。しかし、ここはタイムオーバーがないので、素直にやられました。
ということで、魔物に乾杯し、エル大陸に漂着するという形でやってきました。しかも二人しかいない状況。次回はいよいよ、あれですね、奴らがゾロゾロ来ます。そしてイクスペルは、ご視聴ありがとうございました。